私をノイズに連れてって。行くぜ。
私たちが住む地球という星が生まれて46億年、その遥か遠い昔からゼウスという星がありました。これは決して知ってはいけない本当のお話。ゼウスという星は地球にそっくりでした。自然も歴史も地球と瓜二つ。戦争だって経験しました。ただ地球より生まれたのがとても早かっただけ。たくさんの発展や発明により人々は何でも手に入れました。お金も地位や名誉も、欲しいものは何だって、有り余る富、限りのない命、何でも思い通りの暮らし。しばらくはとても生き生きとした星でした。けれど気づいてしまったのです。何でも手に入れたように見えても何にも手に入れてないことを。人々は心の病にかかりました。生きることをやめようとしました。このままではゼウスがなくなってしまう。悩んだある天才発明家はゼウスにそっくりな星を作ることにしました。大きさも色も形もゼウスそのものです。その星に地球という名を付けました。ゼウスの人々は自分のコピーを地球に送りました。そして毎日テレビを見るように地球にいる自分のコピーが頑張って生きているのを見て、自分も頑張ろうと奮い立たせているのです。だけどたまに画面で見るより生で自分に会ってみたいと思う人もいました。そんな時はこっそり地球に会いに来ます。そう、 UFO に乗って。だから UFO を見たら乗っているのは自分のゼウスのコピーなのです。不思議でしょ。コピーだからってあなたはあなたです。自分の人生を生きましょう。何かあればゼウスのあなたが助けに来るかもしれません。いつもあなたのことを見ているのですから。でもこれだけは言っておきます。ゼウスのあなたに直接対面することはいけません。対面することによりコピーのあなたは化学反応を起こし消えてしまいます。この広い広い宇宙の中で存在しているということだけ。さて、あなたはあなたの秘密を一つ知ってしまいました。あなたの中で大事にしまっておくか、誰かに話してしまうか、それはあなたの自由です。今もゼウスの人々は見ていますよ。ほら、あなたの目の前に。
昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは渋谷という町へ借りに、おばあさんはスマホと斧を手に持ち付き人となりました。ガタンゴトン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 。おばあさんはそこら辺で拾ったスイカの中の持ち金がなくなってしまい、電車に乗り遅れてイライラしてしまいました。年ですね。ち、使えねえな、250円じゃいけねえじゃねえか、クソ。あ、けど無理やり乗っちゃえばいいんだとひらめき、なんとか渋谷に着くことができたのです。おじいさんは、わあ、薄汚れた人間だらけじゃ。おばあさんはいつものかわいいニコニコ顔で、斧をちょっと匂うポケットから取り出し、渋谷に群がる人間たちを次々と斧で切り倒しました。すると倒れた人間たちの中にいた桃のように可愛いお顔をした高級時計をつけている社長さんの口から何かが出てきました。おじいさんは、あ、生まれたウケる。そうなのです。桃のようなお顔をした高級時計をした社長さんの口から出てきたのは、桃のようなお顔をした子供でした。おばあさんは、やあ坊や、おいしそうな子だわね、ふう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 、なんて名前にしようかな。桃太郎はどうじゃろうか。じいさん、それはいいな、来てるよ。こうして桃太郎は誕生しました。三人は血で真っ赤に染まる渋谷を見つめて、すごくハッピーな気分になり、帰ろうとしました。その時でした。ピーポーピーポーピーポーが来て、おじいさんは一番年上だからって警察に捕まってしまいました。おじいさんは、ばあさんよ、今日も可愛かったぞ、わしは元気じゃ。ばあさん、 I love you, I love you, I love you と泣きながら逮捕されて埼玉に行ってしまったのでした。おばあさんは、うまくいったわと言い、桃太郎と幸せに暮らしたのでありました。めでたしめでたし。